はい、どうもです。うちの買い物報告の時間でございます。あ、それでは買い物紹介、今日に限らずの買い物紹介をしたいと思います。まずこちら、言えてない。まずこちら、雨戸、サッシ、浴室など防風防水、隙間テープ防水用。うちの網戸がちょっとね、斜めってるんだよね、もう古いから。で、隙間が空いちゃってるんで、これでちょっとね、これからね、窓開けるシーズンになってきますんで、蚊が入らないように、隙間をね、これで埋めたいと思っております。セリアで購入しました。コカ・コーラ73円で購入です。もう暑いとコーラがうまいね。はい、とんかつ10%オフで268円でございます。今日またちょっとカツ煮的なものを作ろうかなというところなんですけど、冷蔵庫に入れてました。これ今日買ったんじゃないんで、脂身がそこそこあったんでね。で、はい、チキンハンバーグ2個入りで半額80円です。近日公開する予定なんですけども、いや、どっちになるかなちょっと分かんないんですけど、親父のね、高校の時の購買弁当、久しぶりにね、作ろうと思って、安かったんで購入しました。そして、はい、母の日はもう終わったので、母の日いちごのケーキ半額199円だったんで購入しました。デザートに食べようと思ってね。はい、そして今日、本日ね、マックスバリューに行って購入してました。久しぶりですね、マックスバリューは。最近イオンさん行ってないんで、マックスバリュー単体のお店に行ってね、購入しました。コカ・コーラ税込み75円ぐらいだかな、ちょっと高いんですけどね。これよく見るとパッケージ違うね、わかるかな、違うよな、これな、一緒か、ただデザインが違うだけか。なんか違和感を感じるんだけどな。で、これね、トップバリューさんの冷凍たこ焼き7個入りで100円だったんで、お試しにちょっと買ってみました。後日ね、食べる予定です。で、はい、トップバリューさんブランドの炭酸水にブドウが出てたんで購入しました。はい、ウィルキンソンのオレンジ、これなかなか美味しいんですよね。ウィルキンソンのオレンジも美味しかったんで購入しました。以前から気になってました牛角のふりかけ海苔、ちょっとサイズがちっちゃいんで、お値段が170円ぐらいだったんでね、ちょっと試しに買ってみました。ご飯にそのままかけてもトッピング、納豆ご飯、ラーメン、のり弁、海鮮丼とね、何でもいきますよってことなんで購入しました。レバカツ珍しかったんでね、ちょっと購入しましたよ。98円税抜きで、オニオン、生姜、ニンニクのね、香味野菜のうま味、若鶏唐揚げ 100g178 円購入しました。しかし暑いね。あ、香りがいいわ。はい、続きましてね、もうなくなったんで、ネオソフト、300g のものが税込み213円だったんで購入しました。で、はい、青旗のね、今回はマーマレードいただきます。やっぱり213円ぐらいだったかな。で、最後にね、房総生卵、じゃ、生卵は生卵だわ、赤卵ね。うん、こちらが170円ぐらいだったかな、税込み。購入しました。以上でございます。今日はね、卵焼きをちょっと作ろうかなと思ってる部分もあるし、卵焼きは今日じゃなくてもいいんだけどな。今日は揚げ物の日にしようと思ったんで、そこら辺をね、食べていこうとは思っております。ご視聴の方ありがとうございました。買い物大好きおやじでございました。もう暑いんでね、皆さんも熱中症気をつけてください。それではまた、バイバイ。あれ、なんか忘れてたよね、ものがあったな。なんだっけな。ちょっとね、ちょっと忘れちゃったんで、また思い出したら、紹介しようと思います。確か昨日買ってたっていう気がするんですけどね。はい、じゃあすいません。以上でございます。ご視聴の方ありがとうございました。それではまた。バイバイ。